まあ、人数も多くて今年最後の合宿っていうことで、まあ、本当に自分自身アピールするのはもちろんですけど、しっかりチームとして、まあ、この1年いろいろあった中での集大成として、まあ、いい結果を残せるように、はい、準備してきました。まあそうですね、今年1年の集大成っていう意味で、まあ、アジアカップアジア大会で優勝はしましたけど、内容に関して満足している選手は一人もいないので、まずはしっかり内容と結果を伴った試合ができるようにして、その先にまあワールドカップがあると思うので、しっかりまずは明日の試合に集中して明日いいプレーができるように、はい、頑張りたいなと思います。